秘宝シュツットガルト、遠藤航が抜けて完全に強くなる。マブロパノスとソサも抜けてるんだよな。これもうバイエルンだろ。降格争いしてたチームやなかったか。代表10番のどうやすなにしてんの。谷2人がち主力抜けたのに、クソ強くなってて草。はい、直近4戦19得点は偉いこっちゃ。キャプテンに心配かけないために頑張ったんやぞ。これバイアンやろ。遠藤が抜けたことで逆に全員が責任感持てるようになったとか。またに甘えていた気持ちがなくなると同時に心配かけたくない気持ちに変わったんや。シュツットガルトが活性化した理由は遠藤光がプレミア行ったのが大きいかもしれない。俺も頑張ればステップアップできるってなるかもね。特にギラシとか。シュツットガルトサポーターになります。